俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、酒を置いて畳華やぐうずきかな、林哲。季語うずき。うずきは陰暦4月の一緒、夏の季語になります。うの花が咲く頃というので、5月から6月頃にあたります。太陽暦での4月であれば、畳にお酒が置かれているのはおそらく祝い酒だと思うのではないでしょうか。4月から新しい年度が始まり、学生は入学し、進学し、新社会人も誕生して、のしがつけられた一升瓶のセットを思い浮かべるのではないでしょうか。ですが、稽古のうずきは5月から6月です。なんでもない季節のお酒です。それはそれで面白い風景を思い浮かべることができるでしょう。なんでもない日の和室に置かれたお酒、それは、輪島塗りか何かの盆に載せられたとっくりとおちょこというふうに思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん一人ではないと想像します。気の置けない友人が訪ねてきて、まあまあ何もないが一杯やろうじゃないか、そんな場面を思います。何でもない畳の部屋に酒が置かれ、おちょこが2つあるいはそれ以上華やいだのは作者の心であったのでしょう。心情に重ね合わせて畳華やぐと呼んだ、その感性、表現法が素晴らしいと思います。うずきは今でいう5月から6月だとすれば、ちょうど梅雨の頃にあたります。梅雨の鬱陶しいジメジメとした畳の上での一幕です。そこでうずきかなが生きてきます。酒を置いて普段の部屋が華やぎ、心が華やぐ、そのような感覚でしょう。うずきかな、かなを使って季節感を強調したと言えるでしょう。林哲は沢木金一と細見綾子に師事、風同人、昭和60年記事創刊主催、平成20年3月逝去。現在記事は田島和夫先生に引き継がれています。今日の一句は、酒を置いて畳華やぐうずきかな、林哲でした。それではご見聞を。